あ、そういえば、俺なんでそば枠取ったか思い出した。あの余命3ヶ月の民からメール来たわ。そういえば。それをみんなに知らせようと思ってたんだ。で、一個なんかお、なるほどと。これは、一本取られたなっていうのがあったんだよな。なん、どの文だっけな。まあなんかその生きてますよみたいな、超会議見ましたよみたいな文言があって。その、あ、じゃあこっからいくわ。文の途中から。 超会議の歌聞きました、感動しました。まさかうんこちゃんがギターを持ってライブをするなんて、昔の自分に言ったら絶対に信じないと思います。で、この後、最近だとパワープロを見れました、笑いました、だったの。見ましたじゃねえんだ、こいつの中では、みたいな。なんかもう、嫁いくばくか、みたいな感じらしいでもう本当に、長文はもう書けません、みたいな。もう、振り絞って見れましたっていうのを、なるほどなと思ったな。<laughs> それでは生きていたらまたメールします。風にはお気をつけて。もしこれが最後のメールになるとしたら、エモンの皆様にお伝えください。地獄でミラーして待ってるぜだって。伝えました、僕は。地獄でミラーして待ってるぜって言ってた。何が驚くかって、こいつがもう35、6だっていうのが一番受けるわ。35、6。真のトグロミラー。 メールが来たわ。まだ死んでなかったわ。ギリギリ生きてました。